Jesus, my Lord, hear me, please. Please stand by them, watch for them, Lord, please. They are all my beloved ones, my precious ones. Please, my Lord, need you now, please, Lord. Jesus, they are my beloved. せっかくお金と時間かけて4年とか勉強して帰ってきたのに結局それを捨てて他のことやるのかみたいなのがいっぱいあるのでもったいないんですよ。結構今最近グローバル人材がなんちゃうとか言ってるじゃないですか。で留学生を増やすとか言ってるじゃないですか。だから留学生を増やす前にその留学生を活かせる仕事を増やすことを先にやった方がいいんじゃねえのと思うんですけど。何かしらその自分がこう不満に思ったことが解決できるとか、あとは周りの人がちょっと不便に思っていることが解決できるとか、まあ、そういうなんかこう人の役に立つ、まあ、自分でもいいんですけど役に立つことっていうのをやらないと会社作ってもしょうがないじゃん。要はただお金稼ぐためだけの会社あってもしょうがないので。チャンスが広がるというか、なんか営業としてこう大きくなるのを一番感じるのはやっぱりこう売上が上がってるっていうのを報告を受けたりとか。案件を取った時よりはその人がその案件に入って、まあ、すごい楽しい現場ですよみたいな、そういうふうに言ってくれると結構嬉しい。うち結構自慢なんですけど、その立ち上げて1年目に入ってきた社員が一人も辞めてないんですよ。1年目で何にもない時なのにオフィスないのに。Watch for them, Lord, please. 皆さん言ってますか、その自由に生活をしたいっていうのが漠然とあって、でそれと同時に、自分に対する危機感っていうのがすごく自分の原動力になってるんです。なんか今のまんまじゃ俺ダメになるっていうのをいつも思ってるんです。その他大勢と一緒になっちゃうと思っちゃう。ワンの全部ですか、まあ、それじゃ嫌だと思って。自分なりの自分らしさというか、俺はこうですっていうのをちゃんと言える状態にしたい。